はい皆さんこんにちは土曜日の11時になりましたヒのお昼間の時間です今日もね11時26分までよろしくお付き合いください今日はですね実はいつものあの A スタジオあのスカイスタジオと呼んでますけどねではなくて今日はあの B スタジオの方でね収録をさせていただいてますですからいつもねあの番組の方にメッセージをいただいている皆さん あのルドルフ2006さんもね。今日はあのすいません。生放送じゃないので、えっとメッセージの方がちょっとお読みすることできないんだけど、また改めてね、えー、次回の放送にでも、またメッセージの方いただきましたらお読みしたいと思ってます。えー、そして今日はね。あの fm 宜ワンのね。今西めぐみさんの方にお手伝いをお願いします。よろしくお願いします。いますはいえー、なぜ今日はあの収録になったかというと、えー、実は？ 明日の土曜日に、えー、普天間高校の体育祭がありましてで、まあ、高校生だから体育祭は親は別に行かなくていいのかななんて思ってたんですけど実はの体育祭の中でもね、えー、PTA で出し物がありまして、えー、ちょうどお昼時間、えー、と生徒さんとかねお昼食べてる時に PTA 種目っていうのがあってで大玉送りっていうこうね送っていくやつそれが PTA の種目であるので。 で実実ははもう一つサプライズがああのあってねここには載ってないるんですけど、えー、役員だけが知っているあのサプライズを、えー、とどうしてもやりたいやろうっていう話があって盛り上がって、まあ、それは何やるかは明日のお楽しみなんですけどそういうわけで今日はあの前日にね収録をさせていただきましたということで今進めてるんですけどえっ、ー、と B ス,スタジオにね入るの初めて。 ななんですなんかね本当にあの周りがこれは防音のね壁になっててあ本当あのラジオのスタジオっていう感じがねすごくしてあもちろん A スタジオは A スタジオでね開放感があってねとってもいいんですけどねえここはまたここで、ね、すごく新鮮な感じがして、えー、いいなーなんて思っています。えー、ということで今日はあのヒートの昼前また進めさせていただきますけど。 あの高校の体育祭の話でね、えー、ありましたけどね PTA の種目のほかにもねまたあの学年の演技というのがあったりとかねなんかね騎馬戦があの全員女子なんですけど、えー、女子の方は1年生2年生3年生騎馬戦もあるって言ったんで,でうちの子供はあは女の子であのその騎馬戦の。 上の方に乗っかるやつがんで、もう今から3年生怖いとか言ってましたけどね、それもね、楽しみにして見ながら、明日体育祭、お天気もおそらくいいと思うのでね、北谷の陸上競技場の方で行われるということでした。そしてあのね衆議院のほうも28日に解散をされて、いよいよ衆議院選挙ということで、10月の10日でした。 工事で22時に、えー、投開票ということで本当にあの超短期決戦でありますので、まあ、あのまた立候補予定される方もねもう一生懸命今準備をされていると思いますあの宮崎まさひあの第一もね応援していますので頑張ってね、えー、また一緒にまた応援していきたいなと思っていますあのー 新聞とかねテレビの方でもこの衆議院の解散の話題がもう今ひっきりなしに毎日やってて中でもあの東京都知事のね、えー、小池百合子さんが、えー、衆議院に出るのかどうかっていうのがすごく今テレビでも取り上げられててねあの皆さん関心があるんだなと思いますけどねだんだんそうやってまたあのそこにねなんか風が吹いていくようなものをまたマスコミの方でも作ってるような感じもしてねうま、まあ 戦略っていうんですかそれはうまいななんて思いながら見ていましたまあ衆議院の解散そして総選挙がまあもうねえ来月よりよ投開票がありますねそしてあの私の所属してますあの安市議会の方が昨日でえ議会も閉会最終を迎えまして終わりましてえ実は今あの能市議主義会の方はえーケーブルテレビさんでの生放送とであの9月議会からは ネットでインターネットで議会中継が今配信をされていてライブでの配信とあと録画の方で宜野湾市のホームページ宜野湾市議会で検索されてもいいんですけどその中で見ることができてですねであの議員の名前を押してもらうとその一般質問をした時の動画がそのまま出てきますので、えっと、私の方も今 えっと初日に一般質問をしたので今動画の方がね今週アップされまして1時間ちょいぐらいあるんでね結構長いんですけどねあのもしよろしければあの見ていただけばななんて思っていますあのフェイスブックでもこの動画の方をアップさせていただいてますのであの検索の方はまたそちらから見るのも分かりやすいかななんて思ってますけどえっと一般質問でねどういうのを取り上げたかというと あの今ちょうどね FM ギノ輪湾さんの目の前も見えますこのキャンプ付け団の、えー、西普天間住宅地区、まあ、跡地利用についてということでやってて今ちょうどこの FM ノ輪湾さんの目の前の緑色のねなんかなんだろう,こう塗料かなんか塗られてる感じしますよね実は今あのちょっと市の方に問い合わせしたんですけど、えー、ともう支障除去といって要はあの、まあ、不発散処理だとか磁気探査が全部終わって、えー、もう終わって でですね、あとは赤土そのまままにしておくと飛んじゃいますよねでそれで、えー、環境の条例もあるのでそれが土が飛散しないようにあのそういう緑色の種子っていって中の草の,あの種が入った種子をこうスプレー状に吹きかけていてでそこはもう緑色してるところはもうこれで、えー、もうあとは掘り返さないともう終わりましたっていうので。 あの特にジゅうンさんビルのほうが先にやってみたいでやっぱりねあの大変だと思うんですけ、ね、目の前ですからねそこはもう綺麗に緑色のもう絨毯みたいな感じになってでなんかここからまた草が入ってくるらしいです。うん、で,で要はあのもう公園以外のところは終わったところはもう随時その緑色のそういう種子草の種が入ったものをスプレー状にして、えー、吹きかけてあのそのままだとほら風が吹いたじゃない砂がね まったりするんで、それの防止とあとはまあ草がこう入ってくるように土が良くなるようにということでやっているそうです。うん、あの昨日ね。ちょっと夜上でね。集まりがあってえー、あ何だろうと思って今日見たらまた広くなってたからね。ちょっとあの問い合わせしたらそういう話をしてました。まあ、それとかあのちょうどね。あのこのフェンス沿いに行くと。 えっと、普天間の方でねもうフェンスにギリギリのところでねこう掘り起こしてるんですけどそこはあの昔っていうかね普天間の旧道跡が見つかって、えっと、実はあのまあ警備鉄道っていうのがね那覇からこう大山通って金田までこの線をいったんですけどこの大山から普天間宮まではあのなんか昔はトロッコ列車っていうのが走ってて、うん、あのその時代は生きてなかったんですけどあの写真なんかにちょろっと写ったでするんですよ。 枕木とかそういうのが出てきたということで、えーとまあ、それも議会でも取り上げさせてもらって、まあ、せっかくだからねあのどうせまたこれ埋めちゃうんですよあとはなのでその前にあの市民の方にも是非とも公開してほしいということもねちょっと提案させてもらったりとかあと普天間高校の移転についてとかもね、えー、と取り上げさせてもらったりとかしました、まあ、そんなこんなでね、えー、一般質問をさせてもらってで議会としても今度はあの意見書をね えー、可決をしましてこれはの私が所属している経済建設、まあ、常任会っていうんですけどあのキャンプ付け団、まあ、ここのね西普天間住宅跡地にはあのもう皆さんご存知の琉球大学そしてあの医学部のあと同附属病院がこう移転してくるので、えー、せっかくもう大きなあの工事になるんですよ。それで、えー、市内のね商工業者の皆さんに、えー、優先的に自住機械をね確保して。 してほしいという意見書をあの全会一致で採択をして、そしてあのま早ければ週明けにも琉球大学の方にお伺いしてこういった意見書ね議会からあの直接お渡ししたいななんていうことを今予定しています。そしてまたあの5月に開催しましたあの市民の皆さんと議会との意見交換会というのがありまして、でそこでいろんなご要望があったものを。 それぞれまとめまして、で昨日はあ佐喜眞市長の方うに、えー、議会から政策提言ということで、これは1、2、えー、9つの、ね、市民の皆様からいただいた意見をもとに議会としていろいろ検討して審議して、9つの要望書を昨日は佐喜眞市長のほうに、えー、の要請をさせていただきました。まあ、どういうものかというと、えー、地上デジタル受信障害、ね、実態調査および 事業再開についてとか、あと普天間基地から発生する騒音被害の実態調査と住宅防音工事エリアの見直しについて、そういうのを、ねえー、全部で9つの要望をさせていただいたわけでありますので、えー、議会の方は昨日で閉会をして、いろいろまたまとめをしたり、報告をしたりということになっています。まあ、そんな感じでね、ちょっと一人でペラペラしてはいただいんですけどね。あのー ここら辺でですね、えー、そろそろ曲をお願いしたいと思うんですけど、えー、っとリクエスト曲はこの「明日の体育祭で」で、えー、p t s 種目の中でかかる曲みたいなので、えー、嵐のハピネスはい、えー「ヒートの「昼ひるま いいいてね、ままたた後半の部始めたいと思います、えーあの。嵐のハピネスを聞いてもらいましたけどこれはあの、えー、と高校の、ね、体育祭で PTA の種目の中でかかる曲と思い出すということでね、リクエストさせてもらいましたそして今日着ているあのこのポロシャツはあの今年普天間高校が創立70周年を迎えるのでそのための,、ね、の,の PTA 用の,あのポロシャツを作ってで明日は体育祭でこのポロシャツを着て 出るとといいうことでで今日はちょっと宣伝できていました <laughs> そして、えー、明日、あ,あごめんなさい、明日です今日ですね、放送日ね、今日3十日土曜日と10月1日は、宜野湾市の、ね、最大のイベントであります、宜野湾羽衣祭りが開催をされます。第40回記念、宜野湾羽衣祭りが本日ね、30日の土曜日、そして、えー、10月1日日曜日とね、両日行われまして、えー、今、手元にあのプログラムがあるんですけど、 えと前回ね、えー、とゲストに出てもらいましたあの羽衣まつり美術サカー大会が、えー、9時から始まって、まあ、オープニングセレモニーね益城中学校の吹奏楽部の皆さんが、ねえー、多目的広場であの出てきています。これが、えー、13時30時分 あと特設ステージの方では宜野湾市商工会の青年部の太鼓とかね長田子どもエイサー太鼓金子子供どもエイサー太鼓などがありましてでそしてあの、まあ、踊る主婦連さんがだいたい夕方のね16時からで旗頭の行列これ毎回出てます大山区自治会そして次男旗頭これ宜野湾区ですねが16時40分そして発達試練 シロレンですねそして殺到歴史絵巻行列ということであとあ羽衣エキサイティングステージでは、えー、18時30分からアラグスクの青年会エーサー等々があります、えー、今まではね、歴史絵巻行列殺到のとかその旗頭行列というのはその通りをね、あのー、歩いていたんですけど 今年からはその通りを歩くんではなくて、えー、多目的広場ということらしいんですけどなんとこの30日今日は FM 議論案さんも生放送があるそうですねはいそうなんです今日の夕方5時から4時間生放送です,、はい、すごいですねそうなんですあのめぐみさんも あのスタジオほど、スタジオっていうのかな、はい、特設スタジオなんですか。そうです、直接羽衣祭りの会場から。うん、場から現場から、お届けしたいので、うん、会場に特設スタジオを作りまして。うんうん はいそこから放送しておりますあの特設ス,スタジオっていうとだいたいどの辺にできるんですか、はい、えー、会館も入っていただいて、うん、すぐ左側に体育館行くような感じ体育館のちょうど前あたりですねそっかそっか前回もやってました、はい、前回もやってました、ね、ちょうど<回>、ね、インフォメーションブースがあったところの横でさせていただきますうーそうするとあの羽衣祭り見に来た人はまず最初に、はいえー、FM ギノマさんのこのスタジオを前を通っていくですねですはい あの何かそこから出てインタビューとかそういうのもやるのはいありますえっ、ー、と直接ですね、うん、会場に来られた皆さんの声もお聞きさせていただきたいので、うん、インタビューをします,すいはい皆さんぜひ <laughs> <え>参加してくださいその特設ブースだけじゃなくてその多目的広場 <laughs>、はい、メイン会場にもちょっと行って声を聞とあ行きたいですね,いいですね中継もありますので,です、ね、これはあのあ もう生放送で。生放送ですよ。あすごい。はい、で、エムがですね。うん、えっと、沖縄吉本芸人さんのピーチキャッスルさんと。うん、はい、うん、宮川珠子さん。あんはい、そして、えっ、ー、と、オービ沖縄美少女プロジェクト。の優子さん。が MC です。あ、なるほどね。はい。でも、賑やかな感じになりそうですね。ねそうですね。かなり賑やかにお届けします。えー、あ、あの、恵さんの方も、じゃ、そこは。 はい、私は中継に出ますので。じゃあ、あの、玉城広場とか行って。はい。そお店とか。おあの、出てる人とかに、なかインタビューしちゃうわけですね。そうです。ええ、楽しみですね。はい、楽しみ。ね、明日天気も良さそうですしね。そうですね。ね、羽衣祭りね。えっと、五時からっていうことは、もうその前から、じゃ、準備をしてるわけですね。はい。お昼から準備しております。もうね、そういう意味でね。現場の方で、いろんなお話を。 聞いたり、リクエストなんかもそこでもらったりするんですか。はい、そうです。えっと今回のテーマが夏の思い出というテーマで、夏の思い出。はい、お送りしますので、メールでリクエストいただいても結構ですし、はい、はい、当リスガリのお客さん皆さんに夏の思い出を聞いたりリクエストをいただいたりできます。それをあのね、スマホアプリだと聞けますからね、はい、聞けますから、そのまま聞きながらできるんだ。すごいでえ じゃあ楽しみですね本当にねはい明日の夕方5時から9時まで9時までじゃあ花火が上がるところまで花火が上がるところまで全部えじゃあ花火を実況中継で実況中継で富士から今花火が打ちましたってことですか楽しそうですねはい去年もね花火の時間帯まで放送したんですけど放送の音にちゃんと花火の音も入ってたのですごいはい臨場感臨場ありますねお届けできるかと思いますすごいな。 ちょうどその頃多分ぶんねあの夜間パトロールを会場内でねでやったと思うんだけど、はい、あのみんなこう面白いですよねここう上顔を見てね <laughs> くっちゃけたよね。<laughs> そうでねのみんな同じ感じでくっちゃけたよね。それをま,、ね、また FMO 機さんではね実況生放送するということで <laughs>、はいえー、楽しみですね。そしてまたあの10月1日日曜日はね、えー、またあの11時からは水鉄砲選手権大会というのもあるみたいですね。<laughs> はい そしてまた特設ス,ステージそしてあの体育館前ではあの庭かかち足教室があって、はい、そしてあの夕方明日日あのそうです、ね、明日1日の日曜日の4時からは、はいえー、第29回トビンス・ハニースかち足大会ということで、うんえー、4時から特設ス,ステージでもあるみたいですので今回はねあの今日 土曜日はあのちょっとお手伝いできないので日曜日にねちょっとカチュシ大会のボランティアで行こうと思っているんですけどはいカチュシ大会盛り上がりますよね。本当にねね回だけ、ね、あの議員の融資で 出ようってことになってその審査の基準にはならないので人数が足りないとかってそれで別枠でそれでもね大山の公民館の方で3回ぐらい練習したかなその曲に合わせて練習して出させてもらってあれ1回だけだったんでねまた機会があれば出たいと思うんですけどめぐみさん勝ち走りとかは踊ったりします 勝ち走はまだまだ、うん、あの習得できていないと思います。なかなかね、簡単そうでね、はい、意外とまだ、この難しいし。しいそのタイミングがね、はい、あのあって、よく結婚式とかね、いろんな、はい、あのお祝いごとには。最後は勝ち走を飲んですけど、んあれ、本当に踊れたらね。 いいなと思ってね。ねいいですね。うん、そのにわかかちャーシのそのブースで学ばないといけないなと思って。これがえっと庭かカチャーシがね四時あごめんなさい二時からですね。二時,時からね。はい、じゃあ間に合うんかな四時からあの本番だからね。あ二日目は放送はないので、いねいね、はい普通に遊びに行きます。あ行きますね。<laughs> やっぱりねあのー、せっかくだからなんだっけその浴衣浴衣とかね着、ね、ていくと本当に祭りらしくてねいいですねそういうことでね、えー、本日三十日土曜日とそして、えー、明日十月もう十月なんですねおかげで一日日曜日は、えー、第四十回記念祇ノ間歯呂間祭りがあのございますのでどうぞ皆さん歯呂間祭りの方に行ってで土曜日は 特に FM ギワンさんの方のブースを見たりそしてあの会場の中にもねあのめぐみさんの方がリポーターで頑張っていますのでもし見かけたら声をかけてあげたりとかあとインタビューあったらね、はい、ああちゃんと答えてくださいね楽しみですねでも日差しがね結構強そうだからね、はい、気をつけて気をつけてます、ね、はい <laughs> <laughs> じゃあ楽しみでね僕ももし体育祭終わって時間があったらまた遊びに行きたいなと思ってますのではい。 あのぜひ皆さんあの羽衣まつりの方に遊びに来てください。お願いします,お願いしますということでじゃあ,あの曲の方もねまたもう一曲お願いしたんですけど、えー、このヒートの昼前が11時からスタートしますので、えー、何回かかけてますけどね HY の11時。 はいえー、そういうことでねヒートの昼前えー、そのエンディングを迎えるわけなんですがあの今までね第1第3そして第5の土曜日をあの放送させていただいたんですけど実はの来週はあの10月7日は高校の方で、えー、トイレ掃除生徒さんと、まあ、p t とそしてあの掃除にもラブ会の皆さんに入ってもらって、えー、普天間高校のね70周年記念として、えー、トイレ掃除をやるのでこの第1の放送日もちょっと できないのででねなんか顔に書いてあったかわからないですけどあの恵美さんの方からねあの曜日の変更ありますかって言ってくれたんでもうすぐお願いして <laughs> えということで10月とね11月はえ第二土曜日と第四土曜日の放送にえと10月と11月はあの変更させていただきますえ11月のまた18日には普天間高校の70周年がまたこれをかぶっちゃったのであの10月と11月この2月をね、えー 放送日とさせていただくので、次回は、えー、10月の14日土曜日があの放送日になりますので、どうぞまた皆さん忘れずにまだ聞いてください。<laughs> ということで、えー、ヒートのフィルム映えー、放送今回はね収録放送させていただきました。本当にあの最後までね聞いていただいた皆さんどうもありがとうございます。次回は10月14日です。またお会いしましょう。どうもありがとうございます。